はい、こんにちは。え、田中みやです。え、私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳などをやってるんですけれども、え、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし公開していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、え、本日取り上げるトピックは、え、芸能人の性加害問題についてちょっと語らせていただきたいなと。 思っています、えー、ちょうどこれ撮影しているのが、えー、10月の8日なので、まあ、昨日かな、えー、まあちょっといつ出すかは、えー、まだ決めてないんですけれども10月7日にあの某、えー、お笑いトリオの、えー、ある方が性加、えー、害報道によって、えーまあ、所属事務所を契約解除されたと。 であのご本人は、えー、容疑ああのやったことを認めていてあの、まあ、書類送検という形に、えー、なっているんですけれども、まあ、あの事件に関してあの2人きりのロケバスで起きたということになっているんであので誰もがまだまだあの何かを発言できる状況にはないと思うんですね正直な話。 えっとまあ、申し上げた通り見てる人が、えー、ほぼいなかったっていうのとあの、まあ、カメラ、えー、これから、えー、ビデオカメラで解析を行うと車載、えー、カメラでっていうこともありますしであとあの加害された方の妻が、えー、合意形成があったというような発言もされていらっしゃるのでまあ 今の段階で、えー、あの一視聴者とか一制作スタッフ我々のような、えー、ものがあのあまりこうあれこれ言うべきじゃないなっていうふうに思っているのがまず率直な、えー、感想ではあります。えー、で今思ったのが僕も今自分で思いながらポロって言ってしまった言葉があるんですね。その一言っていうのは「容疑」って言葉なんですけれども。 あの、書類送検された段階で、あの、メディアによって、容疑者っていう言葉を、えー、使っているところ。あと、メンバーっていう言葉を使っているところ。あの、二つに分かれている状況なんですね、今。で、あの、まあ、X ポスト上では、まあ、なぜ容疑者扱い,いや、容疑者故障をしないっていうようなことをおっしゃっている。えー アカウントもありましたし、YouTube でもなんかそのような、えー、サムネイルを見た気がするんですけど、今どうなってるかわかりませんが、えー、まあそういう状況が起きていると、いうことなんですけど、あの、ちょっとこれには実は事情がありまして、あのー、ま、まずそもそも書類送検って何かっていうと、あの、書類送検は、あのー、 逮捕ではないですね。逮捕っていうのは、あの、まあ、処理総研ではまた別のもので、身体拘束をしないといけないと。身体拘束をされるものだと。で、まあ、処理総研と、まあ、重さでいれば多分逮捕の方が重いとは思うんですが、あの、まあ、処理総研はこの人間を起訴すべきかどうかを検察庁に えー、書類を送致して確かめている段階っていうことなんで身体拘束はされていないんですね、えー、なのでただその書類送検でも、えー、まあ場合はあの今回の場合はご本人が認めてらっしゃるんでまあそういう状況にもあるとであのまあ書類送検に関してなぜその「えー、容疑者」って言葉を使わないんだ っていうと、やっぱりその書類送検と逮捕の重みっていうのが、えー、ちょっと違うからっていうふうに捉えてるメディアが多いからじゃないかと思います。えー、ちょっと言い忘れたんですけど、そもそも容疑者っていう言葉はメディアが作り出した言葉なんですね。あの、検察が作ったとか、検察が作ったとか、そういう言葉じゃないんですよ。メディアが、あの、は、えーえー、犯罪が起きた時に、えー、犯人を、えー、犯人と思われる人物を、 え、故障する際に分かりやすい例えとして、えー、例えというか分かりやすいやり方として容疑者って言葉を作ったんですけど、あのー、まあ、容疑者にもいろいろあって、否認している場合があると思うんですよ。容疑者でも。今回の場合は、あのー、認めてらっしゃいますけど、まあ、否認されている場合もあると。えー、で、まあ、ま、 その場合に対して私は、私個人の考え、あのー、は、まあ、あ容疑者っていう言葉自体ちょっと使うのに慎重になった方がいいんじゃないかなと思うところはあります。あの、容疑者ってなるともう、あたかももう完全に100%というか100%に近い状態で黒みたいなイメージが伝わっちゃうんで、あのーまあ、ま、あ 書類送検の段階で使わないっていう配慮するメディアが、その言葉を使わないっていう配慮するメディアがあっても僕はある意味当然じゃないかなと思いますし、あのー、もっと言うとその容疑者で認めている場合は容疑者って使ってもいいと思うんですけれども、認めてない場合は容疑者っていう言葉を果たして使うことが適切なのかどうかっていうのは、えー、個人的には思いますね。 あのまあ逮捕されてそこで「容疑者」っていう言葉を初めて使うっていうのでも全然いいとは思うんですけどまあただその中であの認めてらっしゃらない方もいるのでそうなった場合に容疑者になってくるともあのイメージが悪いことしたっていう固定観念が出てきて,きてしまってるからもしその、えー、無罪だった時あの今回の袴田さんみたいな。 えー、無罪になった時とか今まですごい犯人扱いしてたけどどうなのっていう形になっちゃうと思うんですよあのメディアの書き方によってもなのでちょっとその容疑者扱いっていうものが容疑者って呼称故障が適切なのかどうかどのタイミングで使うべきなのかどうかっていうのはちょっと考えた方がいいかなって思いますね私個人的には書類送検の段階で え、まあ、認めている場合は、まあ、容疑者っていう言葉を使ってもいいと思いますし、思うところはある反面、もう一つ50、50%くらいで、まあ、逮捕されてから容疑者っていう言葉を使うべきなんじゃないかなって思うところも、今、ちょっと揺れてる段階なんですけども、そういう感じではあります。なので、今回その、まあ、 えー、故障が二つに割れちゃっているっていうところは、まあ、今後メディアがちゃんと解決していく問題で、行、えー、くべき問題で、もしかしたら別の故障を作ってもいいんじゃないかなって、いうのはありますよね。なんか容疑者に代わるもの。否認してる場合とかも。で、あの、もう一つ思うのが、あのー、今回その事務所の方が、えー まあ彼を、えー、契約解除にされたと思うんですけど果たしてそのタイミングでやるべきだったのかなって僕自身はちょっと思いますねこのタイミングでなぜかっていうとあのー、まあこれちょっと容疑者とかあのー、逮捕とか書類送検だからちょっと関わってくると思うんですけど確定するのは判決が出た後なんで罪が確定するのはそれまでは日本の場合では逮捕された場合でも推定無罪 つい無罪なんですあの。罪がくだ、あの、判決が下さるまでは、くだ、下されるまでは。なので、その、その判決が出ていない段階で、早急にしょ、あの、契約解除にする。もしそれが本人からの自発的なものでなくて、事務所主導なのだとしたら、それは果たして、そういう姿勢は果たして正しいのかっていう、僕自身は、思います。あの、やっぱりその、あの、それをやってしまうと、 本当にこの人は苦労なんじゃないかと思われてしまうし、あのー、まあ、本人認めてますけど今回。ただそれがどの程度のレベルで認めてるかっていう場合にもよってくるから、えー、完全に認めてるんだったら合意形成があったっていう言葉は妻の方から出ないと思うんで、あのー、出ないと思う場合もあるので、えー、まあ、 あのちゃんまあそのもし処分処分というかそういった、えー、判断を下すんだったら番組から降りるとか降、えー、板させるとか契約解除にするとか、まあえー、番組あの事務所側が今早急に動くっていうのはちょっとどうなのかなっていう意見は僕の中でありますあと本人側も加害された本人側も別にあの自分からもしそれが自分から降板していたんだとしたら番組とかを えー、今全交番になってると思うんですけれども、えー、その方、えー、別に自分から申し入れる必要もないかなと思いますよねまあスポンサーの判断によって「えーまあ、降りてください」って言われたりするかもしれないし番組側からちょっと、えー、もう出すとイメージが出ていただくとダメイメージが悪いんでっていうのもあると思うんでまあただご本人から「降ります」っていうふうな いいううはは僕は全然ないと思うそれは,あのは本人が判断することじゃなくっていろんな方が判断することなのであのご本人からおりますっていうことは、まあ、や,んやらない方がいいと思うし事務所もあの番組の意向とかスポンサーの意向とか え、っていうのを尋ねない、えー、聞かないうちにもし、あの、交番とあるとか、契約解除とかを判断していたんであれば、えー、それはちょっと、えー、ことを急ぎすぎているし、それをやることによって、あの、イメージというか、もう固定されてしまいますし、今後そういった同様な事件が起きたときに、えー、まあ、えー、まあ、書類送検の段階なのにそういうことをしてしまうと、まあ、ちょっと、 とよくない流れになっていくっていうのが芸能界全体で僕自身は思います。えー、なのでやっぱり僕自身はその故障というものには容疑者呼びってことに対しては慎重になった方がいいできれば別の故障を作った方がいい、えー、そしてあのまあ何かしらペナルティであるとか、えー、罰を下すんであればそれは本当に罰司法上の罰裁判で判決が確定した後でいいんじゃないかと。 僕自身は思っております。皆さんはどうお考えでしょうかこの動画が良いと思われた方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。